ブリーフィング。つつじが丘駐車場から出発し、筑波山を登る。その後、ロープウェイで下山する。コースタイム1時間10分、距離 1.5km。2018年に筑波山来た時さ、帰りのバスがなくて野宿したんだけど、今回はね、大丈夫。スバル PRZ があるから。でもね、やっぱり気になるのが駐車できるかどうか。筑波山土ヶ丘駐車場はね、あるから安心だよ。駐車料金は500円です。気温は 16.8 度でちょっと肌寒いかなと思ったけど、だんだんね、運動してって全然、寒くなかったです。軽装で筑波山攻略始まるぜ。女体山、よし。火気厳禁っていうね、看板が2018年になかったけど、これはできましたね。あとロープウェイの時刻表もできて分かりやすい。いいな。山のすすめのアニメ化決定ですよ。僕はね、山のすすめめちゃくちゃ詳しいからね。この真ん中にいる子は登山部の部長さんなんですけどね、初見さん。でね、これから、あれですよ、トレイルランっていうのをね、始めるんだけど、そのために、このね、装備、ちょうどいいかなと思います。やっぱね、軽装がね、一番ですよ。登山はね。先読みだから。ニュータイプ特有の先読み。そしてね、目の前に若干のね、試練。ね、マスクね、基本的にね、こう登山してるときつけないんですよ。だからね、こう挨拶とかはあんまりしない方がいいかなっていう。まあ、ここがね、あの時と違うなっていう感じですね。当たらなければどうということはない。さっきとね、こう道もね、変わってきたということで、結構楽しいですよ。やっぱ舗装路よりね、こういうところがいいよ。いいな、ここ。おい、ローテート。ローテートしました。これね、ウキウキだから。やっぱりね、こういうとこを歩いてるのがね、楽しいですよね。舗装路よりやっぱこっちだよなっていう。筑波山ってね、割とね、初心者向けだけど、こういうのいいかなと。はい、今ね、おたついは、おたつ、あるるる、おたつ1コースね。はい。漢字苦手部じゃないから。おたす、おた、ちょ、取り直しできないんで、ちょっと今。一発撮りなんで、はい。で、ここから白雲橋コースにね、合流すると。結構ね、道がね、分かりやすいんで、初心者でもね、案外、いい感じに進めます。まあ、ただね、まあ、こういう感じで、なんだろう、湿った土とかあるから、ね、そこら辺気をつけないといけない。でも僕ね、新しい靴あるから、安心だわ。で、ここが弁慶茶屋跡と。弁慶茶屋がね、あったとこなんですよ。で、まあ、ね、火気厳禁と、2018年なかったんでね、ラーメン作ってましたけど。まあ、看板ができたらもちろんね、僕作りませんよ。ね。これはいいことですわ。で、絶景ポイント。ここです。ロープウェイが見えて絶景です。まあね、まあ、火気厳禁なんで今日は使わないんで、まあ水だけでもね、なんだかんだ食べられるものばっかなんで、じゃあ今回ね、水の話します。水はね、2つ持ってきてて、まあ、イロハスと、あとね、ナルゲンのプラボトル持ってきて、中にはね、水道水入ってるから。やっぱね、水が一番使いやすいよ。スポーツドリンクだとさ、ね、あるじゃん。銘柄とか。アクエリアスだったりさ、何ポカリスエットだったり。気になるじゃん、そういうの。あと、ね、濃度とかも、原液で飲むか、こう薄めて飲むかとか、いろいろあるんだよ。だからめんどくさいから、こう水の方がね、一番いいんですわ。で、そのためのね、アミノバイタル、タブレット。
で、これでその水では補給できないね、養分を補給しようっていう。インテリだな、その完璧なインテリだ。汎用性の高いね、水を持っていってます。で、こっから弁慶ジャートから白雲橋コースっていう感じで、弁慶七分通りって言って、なんか弁慶が上のね、岩があるんだけど、それめっちゃ気になって、あ、これやばいんじゃねえかなっつって、7階戻ったっていうね、逸話があるから。いや、マジで上見てるとやばいんだよ、ここ。下が階段になっててさ、マジで滑るから。ここ楽しい。で、見てこの岩。マジでね、岩なんだよ。なんか、バイオハザード4でさ、岩コマあるじゃん。あれ思い出すんだよね。まあ、あれは丸石だから、どっちかっていうとさ、何あれだ、孤島のさ、全滅させたら落ちてくる岩みたいな、あそこの方だよね。ね、前世を思い出す、見事な岩でした。ああ、いいね。絶景ポイントでした。で、ここは、ね、母の体内くぐりって言って、まあ、ね、通らなくても一応通れますよっていうのを見せたかった。うん。小泉さんはなんか わざわざさ、なんか通ってたからお茶目だなって話してたけど、今回はね、あの、リアルタイム、リアルトザアタックなんで、あの、まあ、行かない選択肢もあったんですけど、行かない方がいいんだけどさ、絵が面白いからちょっと行ってきます。おぎゃー、おぎゃー、おぎゃー、おぎゃなんだ俺。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。まあ、これはね、俗に言うタイムロスって言うんですよ。そう、岩場がね、なかなか面白くて、ほら、ここら辺とか、なんか初心者向けで、初心者でも歩けるんで、こういうとこは面白いなと思って。楽しい。ちゃんと鎖もあるし。いいね。アトラクションみたいでさ、楽しいんだよ。おっと、リールアジャスターをね、自慢している。いい音でしょ。なんか、トレイルフライヤーっていうのもあって、その、3000円くらい違うんだよ。でもね、やっぱいいね。で、ここは岩のポイント。で、岩が、いろいろあって、大きい岩があって、すごい立派だなと思うんだけど、これなんか、船とかさ、よくわかんないね、名前つけてるけど、まあ、この岩は、まあ、船っちゃ船か、みたいな。昔の人は想像力豊かだな、って。まあ、言われてみれば程度の岩の名前でした。はい。ね、よくわかんないけどね、つって。あ、ここ、岩がさ、階段状になってるんだよな、ここ。おう、なんか面白かったよ。で、おっと、トラブル発生。リールアジャスト、どうした？うん。小石がさ、挟まるんだよね。こう、ローカットのやつだと。でもね、リールアジャストだったら、こう、すぐにね、うん、復帰できると。ここがいいなっていう。うん、素晴らしい。で、さらにね、それをね、一発で、初めての山でね、これ見抜いてしまう。僕もまた素晴らしい。16時40分ちょっとやばいんだけど、5時にさ、ね、最終便なんだよな、17時によ。ちょっとね、なんでこんなにね遅れちゃったかっていうと、帰りバスじゃないからさ、車で来たから、何時でもいいかなと思って来たらさ、ちょっと遅れちゃった。やばいかな、ちょっと間に合わないって困るんだけど、今回はロープウェイで帰りたいなっていう気分なんだよね。まあだってね、せっかくだし、まあ乗り物好きなんで、割と乗り物で帰りたいなっていうところがあるんですよ。間に合わないかな間に合わないかもしれない。やばいやばい。で、ここは山頂。山頂でさ、前の動画でさ、何逆走みたいなコメントあったんだけどさ、そんな看板ねえぞっつって。なくなってたんだよね、ここ来て。でもまあ逆走なんだからしょうがねえなっつって。ちょっとこっちの道を諦めて、ね、こっちから行こうっていう。偉い。
あ、もう逆走も看板がないから別にいいんだと思うけどね。僕はね、ちゃんと見てたから。で、この階段を上りつつね、ウエストバックをこうスッてできるから、スッスッて金貨を取り出し、どうするんだこれを。その金貨で何をする。人類救済できますように。そのためのバイオコークス。やっぱり僕は成人だなって思うわけ。おっと、山頂着きました。いよいよ山頂の景色をね、皆さんに堪能してもらおうと思います。そのための右手。こんなことしてる場合じゃねえ。5時にロープウェイ最終便なんだよな。まずいんだが間に合うのかわかんない。やばいやばい。いや、急いでるねこれ。完全に急いでる。ガバオーラが増してるんじゃないかこれは。こんなことしてる場合じゃねえつってマジで時計切りしてんだ。おっと、でもね、足場が悪くなった途端にね、こうゆっくりになるのがね、ここがベテランだなっていう。上りでさ滑ってもなんとかね、ごまかしが効くんだけど、下りで滑ったら一大事。こういうところ分かってんだよね。位置エネルギーの話をするんだけどさ、これ物理の話は長くなるんでやめるんですけど、ちょっと待って、シャッター閉まってんじゃん終わったーと思っていたら、実はやってたんですよ。お願いします。せん630円。はい、せんでお願いします。オナシャスセンセンシャル。マスクはお持ちですか。はい、持ってます。なんかさ、ね、いつも変なことね、語録とか使ってるからイメージが悪くて、逆にね、こうちゃんとね、話すと、はい、ありがとうございます。普通に話せばさ、あれなんだよね、綺麗なジャイアン的なあれなんですよね。いつも汚いから、まあ、普通に話すだけで綺麗みたいな。あれ、お待たせしました、ご案内いたします。失礼します。じゃあ、ケトモは始めますね。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあ、ご協力ありがとうございます。はい、マスクつけるとさ、不審者みたいになっちゃうんだよね。で、しかもさ、訳あってさ、今関東3000倍キャップつけてるから、もう完全に変態なんだけど。あ、ここね、乗務員がいて一番大きいロープウェイだなと思った。山頂発車準備完了です。でさ、結構下りがね、一望できて怖いんだよ、ここ一番だったな。お疲れ様でした。これより所要時間6分間で山頂発車時間に参ります。鉄塔の通過の際、少し揺れますのでご注意ください。でも逆にチャンス、窓を開けて運転を行っております、ね、筑波山デートスポットだからさ、ここで決めるんだよ俺は。高くて怖いよ。俺は怖くないぜ、君と一緒だから。はあ、これは即落ち2コマだな。でさ、結構ね、下山の方にはデートスポットだからね、フィナーレとしてな、休憩所とかもあるんだよ。ああ、やっぱね、少子高齢化の時代っていうのはね、良くないですよ。やっぱりね、デートスポットがあることはいいことだよ、ね、日本の未来はね、デートスポットにかかってるからね。まあ僕まだいないね、まあ、今回はいなかったんですけど、まあ、次回はね、君と一緒だよつってね、
で、こっからがね、すごいんだよ。ここ、お気に入りポイント。こう上りと下りのさ、ルートが違ってさ、帰りになるとさ、こう、物産展みたいな感じで、お土産買わせようとする気満々で、このレイアウトいいなと思って。おー、これ素晴らしい。なんでね、せっかくなんで、冷やしたい焼き、買っていきましょう。300円まあちょっと割高ですけども、買っていきますよ。え？いや、マジ硬かったから。歯が立たない、本当に。まあ時間経てばね、どうやらね、食べられる感じで、美味しかった。うん、いい思い出ですわ。まあね、せっかく洗車したのに、このピカピカなのに、なんていうかな、隣にね、誰もいないんですよ。次来る時は、君と一緒だよ。ご視聴ありがとうございました。